アメリカ・ニューメキシコ州アパチポイントの高度2800メートルの山頂に、全天の4分の1のエリアの銀河をくまなく調べるために専用の口径 2.5 メートルの望遠鏡が建設されました。この望遠鏡の特色は、何といっても一度に広いエリアの観測ができることです。この望遠鏡の心臓部ともいえるカメラの部分には、家庭用のビデオカメラにも使われている CCD が30枚並べて使われています。 CCD は画像を電子によって記録するもので、感度は写真の40倍以上もあります。しかし CCD は一枚一枚を大きくすることが技術的に難しく、この計画のような広いエリアの観測に使用することは不可能でした。その難問に対する答えを出したのは一人の日本人科学者です。 CCD は並べるとどうしてもですね、間が隙間ができるんですけれども、まあ、それはずらして、カメラをずらしてこうやって撮ればいいじゃないかということで、まあ、そこで割り切ったというのが他のグループとの基本的な違いですね。なぜこのように隙間があってもつながった画像が撮れるのでしょうか。この計画では、まず望遠鏡を静止させ、30枚並んだ CCD の縦の列で動いていく星空を撮影します。その後、望遠鏡をほんの少し動かすことによって観測する場所をずらし、最初の隙間の部分を撮影します。そして最後に2つの画像を合成すれば、1枚の大きな星空の画像が得られるのです。1998年5月、ついに観測が始められました。最初の観測では、蛇座から蛇使い座の領域を撮影しました。これがそのうちの1枚で、蛇座付近を捉えたものです。いくつかの銀河の形が見分けられますが、実際には1回の観測でこの5000倍以上の領域を撮影しています。この観測が終了すれば、実に100万個の銀河の立体地図が出来上がります。地球の周りに示されている今までの地図と比べると、その範囲の大きさがよくわかります。これによって、地球から25億光年までの銀河の立体的な分布が明らかになることでしょう。1997年2月12日、日本の天体観測衛星はるかが打ち上げられました。星々と銀河の世界を探る新たな挑戦の始まりです。はるかは地球を回る楕円軌道上で観測を行う宇宙電波望遠鏡です。地上にある電波望遠鏡の観測の限界を超えようという野心的な計画です。まず、はるかは宇宙空間で直径8メートルのアンテナを広げ、最も遠いところで地球から2万キロの楕円軌道をとって地球を周回します。その間、地球上の電波望遠鏡と協力して観測を行うことで、直径3万キロの電波望遠鏡と同じ性能を持つ望遠鏡が宇宙空間に出現するのです。電波望遠鏡は大きければ大きいほど性能も上がります。このため、はるかは地上ではとても実現できない巨大な望遠鏡として驚くべき能力を発揮できるのです。日本では野辺山や臼田の電波望遠鏡などが
これまでに大きな成果を上げてきました。はるかはこの野辺山や臼田にある電波望遠鏡をはじめとする世界中の電波望遠鏡と協力して観測を行う計画です。すでに実際の観測も始まっています。またはるかから常にデータを受信するため、日本、アメリカ、スペイン、オーストラリアの天文台がはるかにアンテナを向けています。こうしてはるかは何十億光年も彼方の宇宙に電波の目を向けているのです。私たちの電波望遠鏡でハッブルが一番遠くを見た、もっと遠くをちょっと遠くまでを見て、しかもぐっと拡大した映像として見ていると。ハッブルも大変重要な仕事をしていますが、私たちもそういう仕事をして頑張っているということになります。これがはるかが捉えた画像です。63億光年の距離にある銀河の中心部分を捉えたものです。赤く見える部分が銀河の核の部分だと推定されます。左上に見える青い部分は銀河の核からガンマ線といわれる電磁波が地球の方向へ向かって激しい勢いで噴出していることを示しています。このような現象には銀河の中心にあるブラックホールが関係しているという考え方もあり、謎の多い銀河の中心部分を解明する手がかりになると言われています。はるかが捉えた最も遠い天体の画像です。136億光年の距離にあるクエーサーと呼ばれる天体です。クエーサーは強力な電波を放出する天体で、その正体はよく分かっていませんが、銀河の核である可能性が高いと言われています。宇宙の果てに近いところにあるこのクエーサーも、私たちの知らない遠い銀河の世界から貴重な情報を届けてくれるかもしれません。宇宙空間に浮かぶ最新鋭の電波望遠鏡はるかは、私たちがまだ目にしたことのない宇宙の遥か彼方の銀河の姿を捉え続けているのです。97年2月12日、日本の天体観測衛星はるかが打ち上げられました。星々と銀河の世界を探る新たな挑戦の始まりです。はるかは地球を回る楕円軌道上で観測を行う宇宙電波望遠鏡です。地上にある電波望遠鏡の観測の限界を超えようという野心的な計画です。まずはるかは宇宙空間で直径8メートルのアンテナを広げ、最も遠いところで地球から2万キロの楕円軌道をとって地球を周回します。その間、地球上の電波望遠鏡と協力して観測を行うことで、直径3万キロの電波望遠鏡と同じ性能を持つ望遠鏡が宇宙空間に出現するのです。電波望遠鏡は大きければ大きいほど性能も上がります。このためはるかは地上ではとても実現できない巨大に観測が始められました。最初の観測では蛇座から蛇使い座の領域を撮影しました。これがそのうちの1枚で、蛇座付近を捉えたものです。いくつかの銀河の形が見分けられますが、実際には1回の観測でこの5000倍以上の領域を撮影しています。この観測が終了すれば、実に100万個の銀河の立体地図が出来上がります。地球の周りに示されている今までの地図と比べると、その範囲の大きさがよくわかります。これによって
地球から25億光年までの銀河の立体的な分布が明らかになることでしょう。1900です。CCD は並べるとどうしてもですね、間が隙間ができるんですけれども、まあ、それはずらしてカメラをずらしてこうやって撮ればいいじゃないかということで、まあ、そこで割り切ったというのが他のグループとの基本的な違いですね。なぜこのように隙間があってもつながった画像が撮れるのでしょうか。この計画ではまず望遠鏡を静止させ30枚並んだ CCD の縦の列で動いていく星空を撮影します。その後望遠鏡をほんの少し動かすことによって観測する場所をずらし最初の隙間の部分を撮影します。そして最後に2つの画像を合成すれば一枚の大きな星空の画像が得られるのです。1998年5月、大きな望遠鏡として驚くべき能力を発揮できるのです。日本では野辺山や臼田の電波望遠鏡などがこれまでに大きな成果を上げてきました。はるかはこの野辺山や臼田にある電波望遠鏡をはじめとする世界中の電波望遠鏡と協力して観測を行う計画です。すでに実際の観測も始まっています。またはるかから常にデータを受信するため日本、アメリカ、スペイン、オーストラリアの天文台がはるかにアンテナを向けています。こうしてはるかは何十億光年も彼方の宇宙に電波の目を向けているのです。アメリカ・ニューメキシコ州アパチポイントの高度2800メートルの山頂に全天の4分の1のエリアの銀河をくまなく調べるために専用の口径 2.5 メートルの望遠鏡が建設されました。この望遠鏡の特色は何といっても一度に広いエリアの観測ができることです。この望遠鏡の心臓部ともいえるカメラの部分には家庭用のビデオカメラにも使われている CCD が30枚並べて使われています。 CCD は画像を電子によって記録するもので感度は写真の40倍以上もあります。しかし CCD は一枚一枚を大きくすることが技術的に難しく、この計画のような広いエリアの観測に使用することは不可能でした。その難問に対する答えを出したのは一人の日本人科学者です。